ついに来たぜ、このシリーズでついに来たぜ、美女が、金髪の美女が。でもね、まあ、メインディッシュ。いやーでもね、ブロンディーなんだけど、自分の中でさ、金髪の姉ちゃん大好きじゃん。やっぱブロンディーナンバーワン。いやーでもね、ジレンがね、俺の大好きなジレン。そして、あのでけえカプセルダボ。あのでけえカプセルダボもやばいんだよね。もう全部これさ、メインディッシュだよな。もうな、これ、ばっかやろ。これ全部メインディッシュじゃないか。じゃ、決めらんないもん、ほんと、最後に何を開けようかと。まあ、でも、あえて今回はでけえやつからいこうかなと。これチラリズムです。チラ、ほほほ、金髪ブロンディって言って、金髪ブ、いや、やっぱメインディッシュっしょ。ブロンディは、ブロンディはさ、俺たちのブロンディ、みんな大好き、金髪美女。さあ、ドラゴンボール超戦士カプセルフィギュア、第4弾。もう第4弾まで来てない、このシリーズね。つか、パッケかっこよすぎね、これ。身勝手。身勝手る悟空で悟空さ、そして今開けたのがこのでけえカプソルに入ってる、ザザーン、身勝手る悟空、兆し。来たー、兆しの悟空。こっちに兆しの悟空が入っているということは、もう片方のでけえカプソルには、あ、もう台座とくっついてる。あれ？いつも台座とさ、あ、そっか、外れるけど、最初から組み立てられてたということか。初めてじゃん、これ最初から組み立て。これエフェクト台座いいよね、このシリーズね。みんなエフェクト台座になってて。これが身勝手、今回の兆しのね。兆しの、身勝手の極意、兆しのエフェクト台座。ザザーン！いいな、これ突進力。突進力を感じるね、突進力。素晴らしい。髪の毛の色もさ、兆しっぽいさ、この色。筋肉も造形ちゃんとされている。手がでかいね、グーパン。やっぱこれ突進力を感じるフィギュア造形が、こう、醍醐味かなということで、これが兆し。そして次がね、兆しと来たら、今回、いや、てか、でかいカプセルから開けるの、今までで初めてかもしんねえ。今までの YouTube 人生で、大抵でかいカプセルに入ってるやつ、メインディッシュのメインディッシュじゃん、いつも。でも、今回は、ちっちゃいカプセルがメインディッシュって逆も、いやでもこれもメインなんだよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ、これも、かっこいいな、身勝手の極意。銀龍、シルバードラゴン、悟空さ、カカロッティ。造形はさ、全く同じだよね。エフェクト台座の形も同じだし、このフィギュアの、同じだね。全く同じだけど、色が違う。こっち兆しで、こっちが身勝手の極意。素晴らしいね、これダブル！かっこいいな。このダブルで並べて飾るっつね。これ突進力ダブル。突進力ダブル。ベンチプレスしたいね、これ。突進力ダブル。突進力ダボを見て堪能してからの、もうね、次のダブルどうしよう。どっち先に行ってもいいんだよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ。でもさ、やっぱ、ブロンディお姉ちゃんが、しかもポーズが最高なんだよ、今回はさ。いや、どうしよう。でもね、ジレン、こっちジレンなんだよね。この黄色のカプセルとか、ちっちゃいカプセル。おお、やっぱちっちゃいな。でけえカプセル、で、入るよね、これね。多分。あ、入るもん、ほら。カプセル、インカプセル 入っちゃった。カプセルの中に入っちゃうもんね。ここまででかい。なんであれでかいんだろう。別にちっちゃいのにも入るような気がするんだけど。あ、手伸ばしてるからかな。折れちゃうっていう判断か、これは。なんででかい、これちっちゃいのでも入るような気がするんだけど、まあ、理由があるんだろうね。多分手が伸びてるからだと、まあ、ジレンから行くか。ジレンもさ、ポーズ最高なんだよね。だだーん。俺たちの灰色のジレン。ザビーン。やっぱジレンかっこ、でもさ、ジレンやっぱさ、脱いでるやつがいいよね。もう頭に結果浮かび上がってるフルパワージレン。最終決戦がさ、最近あのね、フィギュアーズゲットしたんだよね。フィギュアーズのさ、ジレン、うわ、すげえかっけ。もうくっついてるわ。これ、正式なる？取れるかな？正式なる接着？あ、正式なる接着だ。最初、あれ、今までついてたっけ？これ。ついてなかったよね。ばらけさせるってこんな感じ。台座つけないとね。広背筋がでかいね。広背筋が。いや、でもジレン脱いでて欲しかったら、このプライドトルーパーズのさ、衣装も、ユニフォームすごいかっこいいけど、やっぱ、最終決戦のフィギュアーツのやつめっちゃかっこよくてさ、あれ、もう毎日見てニヤニヤし、かっこよすぎて もう見ちゃいよね。もうあれは見ちゃう。で、それを見ながらこっちも楽しむっつうね。カプセルフィギュアバージョンのジレン。ザ、ポーズかっこよくない？これ。ポーズ。活かしてるなぁ。このポーズ。あ、でもなんかちょっと頭きたね。これ激落ちくんで取れるかな？激落ちくんでさってたら取れそうな気がするけど。なんかついてるね。ペイントが飛んでる感じがするけど。ユニフォームの色飛んだんかな？これがジレンね。とにかく。超かっけいいわ。そして！いや、もうメインディッシュ、全部ほんとメインディッシュでね、今回ね、このジレンも最強だったの。だから、ドゥートゥルドゥルトゥトツカドゥっていう、もうほんとポーズが最高な、ポーズ最高な
18号のお姉さん、金髪ブロンディーガール。金髪ブロンディー、みんな大好き、金髪ブロンディーガール、美人。こうやってさ、身勝手とジレンを並べるのすごいいいよね。この、いや、やっぱこのメンツは並べたくなるよね。18号行く前に、はって思い立って、並べたんだけどさ。18号行く前に、これ並べてえと、やっぱかっこいいわ。迫力があるね。ジレンとのバトルを思い出すね。肉と肉、血湧き肉踊る、男の鍛え抜かれた、肉と肉のぶつかれ、そして、癒し。人生の癒し。金髪ブロンディーガール。みんな大好き。金髪姉ちゃん。ザザッタッタラタタッタラ。ドゥッドゥルドゥルドゥッドゥル。いやーもうこれ、しかも出来、クオリティが半端じゃない。もうわかるもん。まだ開けてみてないけど、もう画像は見てるからさ、俺。画像の時点でやべえと思ったの。画像の、本物ね。本物多分1000倍やばい。あ、1000倍やばいわ、これ。絶対可愛いわ。マジか、これ神じゃないこれ。やべえ、5個欲しい。やべえ。やべえ、5個欲しい。今回1個しかないけど、これ5個ゲットしよう。ブロリーじゃないけど5個ゲットしよう。一回ちょっと撮っていい？お、エフェクトとして、なんか2つに分かれた。え、これ初じゃない？なんか、エフェクトダイザー二つに分かれみたいな。エフェクトダイザーにエフェクトダイザーが。エフェクトダイザーにさらにエフェクトパーツがつくっていうね。素晴らしいじゃん。これが18号。いや、美女だから当たり前か。美人だからね。金髪ブロンディー美女だからさ。うわー、いいね。このなびいてる感じ。いい匂いしてきそう。すげー美女。前髪がこう垂れてるのに風を感じるよね。ブワー！美女の突進力。美女の、うわ、ブルーアイズもちゃんと再現されてるね。素晴らしい。しかも俺の大好きなこの格好の初期のさ、一番最初の頃の18号のジャージ姿じゃないんだね。なんかこのメンツだったらさ、このジレンとさ、身勝手のカカロッティ。だったらなんかジャージ姿、ピンクのさ、あの可愛いジャージ姿の、あれも可愛いから好きなんだけど、あれかなと思ったらこの初期のさ、この18号の服装っていう、素晴らしくないこれ。うわ、可愛いなぁ。これ5個絶対ゲットしよう。で、台座に、エフェクト台座につけると、こんな感じになるという。これ完璧だわ。これ歴代でもこう上位入るね。ブロリー抜いたらちょっとトップ入れてもいいぐらいな、レア感もあるし、18号。うわー、いい！突進力を感じるよ。エフェクト台座にエフェクトっていう、そのなんかここもいいよね。素晴らしいよね。うわー、いろんなアングリングで楽しめる。このエフェクト台座がいいよね。このシリーズほんとね。映える。ほんとに映える。風の、さあ、勢いも感じるしね、髪の毛がなびいてるからさ、これが人造人間18号、今回のメインディッシュ中のメインディッシュ。今回のラインナップは本当に、まあ、4種しかなかったんだけどさ、ちょっと少ないよね、4種ね。せめて6種ぐらいは、個人的には、あと、シークレットも欲しいし、あのね、ちょっと物足りない感はあるかなと思ったんだけど、濃いね、メンツが濃いからさ、ジレンと身勝手の悟空だけでもさ、ダブル、悟空ダブルだし、熱いし、しかもさ、18号のお姉さんがさ、ついに来たと、降臨したと、ここだよね。ここも激アツレベル。最強だったわ。次のさ、ラインナップ何来るんだろうな。ブロリーシークレットで来ねえかな。すげえでけえブロリーとか、めっちゃ楽しみだよね。ということで、今回はドラゴンボール超戦士カプセルフィギュア第4弾の開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして並べてみて、めっちゃかっこいいわ。めっちゃ濃い4メンツだったな。でも次回からできれば6メンツ。いやー、8メンツとかぐらいあったらすごい嬉しいんだけど、ちょっと4種じゃね、やっぱり濃いメンツなんだけど、もっと欲しいよね。もっといろんなキャラ、いろんなさ、あの、ウェアスのシールあるんでさ、もっと立体化してほしいよね。めちゃめちゃ楽しみだ。また18号とかも来てほしいな。あとはザンギア。もうそろ？ザンギアみたいな。セリパーさ、そうか、ウェハースのか、あの、シールで来てないから、セリパーな、いや、まあ、特別みたいな感じでさ、オリジナルフィギュアみたいな感じで、セリパーみたいな。楽しみですな。それではまた次回、次のね、ドラゴンボールのガチャの開封動画でお会いしましょう。